はいどうも、ボイです。では今日も真犯人フラグの考察やっていきたいと思います。本日の動画なんですけれども、新設真犯人はいないということで、かなり大胆な考察をやっていきたいと思います。えー、今まで僕はですね、昨日野が真犯人ということで言ってきたんですけれども、 おおむね間違いはないかなとは思ってるんですがやっぱり話が進んでいく中で無理が生じてきている部分がありまして一旦こう今までの固定観念を取っ払って考察してみたところ 結構いい感じの説が立ちましたので、皆さんの方にぜひご紹介させていただきたいと思います。まず事件概要、これはもう皆さんご存知と思いますけれども、改めておさらいをしておきます。10月15日金曜日の夕方5時半から19時の間に、魔法、光、篤人の3人が失踪しまして、現在は光と篤人が帰ってきているという状況ですね。このの事件の真犯人は誰か とというこころが、ののドラマの肝になりますで犯人は誰というところなんですけどこれまで僕が考えてきたのが主犯、まあ、いわゆる真犯人が日野で実行部隊として本木小畑多分ゴーラというところですねあとは結果的に事件に加担してしまった人として石田小山だというところで考えてきました。えー、これらについては、の動画であの細かく、 こういう経緯ですよというふうにまとめている動画がありますので今多分どっかに出てると思いますけれどもそちらをご覧いただければと思いますただですね物語が進むにつれて真犯人が日野というところにまあ、無理が生じてきているかなというふうに思ってきていますまず前提として1人で家族3人を誘拐するというのはまあ難しいですで、3人それぞれ実行犯がいて という可能性は極めて高いのでまあその中で真犯人としてヒノ、えー、それぞれを統括するリーダーとしてヒノというところを挙げてきたわけですけれども今回最新の14話でアとも光も魔法の動向ママの動向を知らないということが分かりましたつまり魔法はパートが終わったから単独行動だった可能性が高そうだ とということが分かってきてきるわけですね。でえっと、改めて日野が真犯人じゃないんじゃないかなって思う理由がいくつかありまして、えー、まずですね、日野がツトや光の危険まで望んでいるようにはどうもドラマの演出上見えないというところですね。例えば篤人君が嘘の証言をしたとき、えー、パパがママを殺した。 というふうに言ったときに、まあ、その証言は洗脳じゃないかっていう話はもう出てたわけですけれども、えでもそれってひかりちゃんやマホちゃんは生きてるってことだよねみたいなことを言ってました、まあ、希望を生み出すような発言をしていたというところと、えー、つい最近、重要話ですけれども、光を取り戻しに行くときに、 自ら積極的に暗号を解いて車を運転していくというところ、これがちょっとどうも真犯人、まあ、アピールといわれればアピールなんですけれども、本当に本当に真犯人かなというところがやや疑問になってきました。また、小畑や元木については、それぞれアストと光を誘拐してたわけですけれども、それらを統率できるほどのスペックがあるようには見えないと。 いうところですよねかといってバトコとモトキに面識がないなど組織的なものではないので何か一つの団体一つの存在だとするとそれを滑るリーダーが必要なわけですけれども日野がちょっとそれには当たらないんじゃないかということで今までの考えに少し無理が生じてきたというところです。そもそももななぜ日野はこれれほどど犯人だというふうに言われていいるるかという話なんですけどある意味メタ的に 消去法的に日野が真犯人と言われているという要素が正直強いと思います。ここで主要な市場の時メンバーを考えてみますけれども、まず良介、客観的に家族を思う描写もあって、運営側からも二重人格や双子はないですよと否定されていますので、これは外れます。河村については編集者として 真実を追求する姿、あるいは先日、良介のアリバイを証明したのでこれもないだろう二宮に関しては良介がいない時に演説をしていたりですとか独自に捜査している描写があるのでこれもなし橘に関しては元木とつながっている可能性が高いとは思われますがこちらも真犯人に近づこうという動きがありますのでないだろうということで市場の時メンバーだけで考えるともう日野しか残ってないんですよね。 で、あと、魔法の可能性というのはもちろん残っているんですが、出演時間が短く、魔法が真犯人とした場合、納得感が低いというところで、1話から出演している、かつ主要メンバーとして、非能が浮上してくるわけです。なので、メタ的、消去法的に非能じゃないかっていうふうに言われているわけですね。で、これを一旦白紙に戻してみましょう。 真犯人という固定観念を捨ててみますまず真犯人という言葉私あの調べましたけれどもコトバンクさんから調べましたけれども本当の犯人のことというふうに記載がありますつまり真犯人というのは全ての犯行を操っている裏のリーダーとは限らないわけです公式サイトの投票がありますけれども僕らはそれによって真犯人というのは1人じゃないかっていうバイアスが かかっっちゃってるんですよ、まあ、確かにそう思いますよね、公式サイトで真犯人は誰だって言ってるわけですから。でも、よく考えたら、バタコだって真犯人だし、元木だって真犯人なわけですよ、犯人ですから。真犯人は1人というような固定概念を一旦取っ払って考えていきましょう。そう考えたときに、犯行が成功する可能性を考えてみます。 誘拐が成功する可能性を考えています。今、この真犯人フラグというのはドラマですけれども、じゃあ皆さんが実際に誘拐するということを考えてみてください。3人を誘拐するということを、どのぐらいの確率で成功できるかということを考えると、それってかなり厳しいと思ってて、だとすると逆にもうめちゃくちゃ偶然ですけれども、 同時に3人の人がそれぞれ誘拐したという方がむしろ現実的ではないか、まあ、偶然起こる確率というのはとても低いと思いますけれども犯行としてうまくいく可能性というのはこちらの方が現実的ではないかというふうに考えましたえつまり3つの誘拐事件が偶然同じ日に起きたと考える昨日はすべてをつかるリーダーではないということですねえただですね 日野は全く事件に関係ないというふうには僕考えていなくてですね、魔法を誘拐して監禁しているのはあくまでも日野であるというふうに考えています。それは日野が魔法を好きだったというような動機もありますし、もしくは文芸部時代の小説の絡み、良介の才能に嫉妬していた、あるいは良介に自分の作品を盗作されたということもあるかもしれません。あとは11年前の 魔法の浮気写真だとか、流星群について知っているというところを考えても、日野であるという可能性は十分に考えられると思います。では、僕の唱える説ですね。犯人は一体誰ということなんですけれども、真犯人、全てを司る犯人という意味では不在です。これ後ほど触れます。実行犯としては、日野、元木、バタコ、もしくはゴーラが絡んでいる可能性もあります。 結果的に絡んでしまったのは志田山田そして輝きの世界も一部協力ということで考えていますじゃあ真犯人についてはどう結論付けるんだということなんですけれどもいないということで唱えさせていただきましたけれどもそうは言っても真犯人この人ですっていうふうに言わないと落としどころがつけられないと思うんですよねなのですべてをつかさどる犯人 リーダーという意味ではないんですけれども、一応僕の中でも真犯人この人というのは考えていますえ。ただですね、こちらについてはちょっと動画が長くなってしまいましたので、次回の動画でお話ししたいと思います。チャンネル登録して楽しみにお待ちいただければと思います。もしこの動画よろしければ、高評価、コメントとしていただければと思います。本日の動画は以上になります。ボーイでした。バイバイ。